ダソクさん、昨日さ、お深夜に女と歩いてたら、繁盛目う。撃されたわ。それ50何だそ歳ぐらいの人と、50歳の番組の人と、ワンピースカード言いながら飯食ったんですけど、その帰り道にうんこちゃんがいまちょ、なしんかて。最初繁盛俺発見して、あうこちゃんっつって、じゃあ女と2人じゃないよ。男2人、女1人で、そう仕事打ち合わせして、あれっつったら、あうんこちゃんって言われて、お繁盛っつって隣に女いるの見て、すげえ知らねえ顔してずっと逃げてた。なんでそれおは前がああいうね、態度取ると浮気してる見てんじゃねえか、お前。いや、俺はね、先気を輩使のっそういたんう、だ、じゃあ、そういうこあ。とをね、一切追求しないですよ。なんか変な察ししやがった、繁盛が。それは気使うだろう。なんかよくわかんない気し使な、うとか状ないっ態。す、別に。特なんにで？その女とも喋ることがないっあす。女っていうな、そちょっと人の連れてる。余計怪しくなった、お前のあの対あ応のじゃない女みか。たいな。俺、悪いこいとや、でしも、てんじゃねえか。みんないます。6人ぐらいいます。あ、そうそう。じゃあ全然、俺じゃ男も、男の人もなんか3人ぐらいいませんでした。いたいた。ほら、大丈夫っすよ。しかも、田崎さん、これ嘘だよ。男は2人しかいなかったんだけど、繁盛が今、マイルドにした。お前、変な嘘つくと余計怪しくなるんだろ、お前。子供3人じゃないですか、あれ。いや、どんどん怪しくなってんの。たまたま近くにいたじゃない。なるほど。ま取ずいり繕ってる感出て取り繕ってる感出たね、な。なん今ね。か、あれだな、よくね。やべ。変なバージョ使うの。そうよ。ちょっと3分電話してきていい？いいっすよ。ゆっくり。ごめんね。レディ押さずに行くね。えい。はい。マジでいなくなってる。俺今、復活しました。あ、本当だ、55引かれてる。あれ？これ A だな、ちょっと。よいしょ。あった。早い。戻るべ。はい。戻りますわ。早かった。すまんすまん。帰んねえのだりんな、あれ。何？そうっすね。なんか訓練場さ。キャラ変したら生き返ってたじゃん。あ、生き返っちゃうね。あれ、なんか死体のままキャラが変わるだけになっちゃった。なんか倒れてるキャラが変わる。なんかさ、まあ、こんだけエイペックス楽しませてもらってる立場からいうのもあれだけどさ、ほんと家でゴミだよな。まともにアップデート出てるの一回もなくない。そう、何かしらの絶対付録でこのバグついてくるよな。セットだから。